お手紙ありがとうございます。これも初めて見る。今日から、あ、なんかさ、お知らせが来たんだよ。なんか48グループ、姉妹グループ全体で無料でもらえるお手紙だっけ、その数も含まれて合計何個か集まればアバターがもらえるの、ファンの方と私、ん？どうなんだろう、私ももらえるの？あ、自分が他の人に投げなきゃもらえないのか、え、どうなんだろう、ラブレターでアバター、あー、2000もか、ちょっと難しそうだね。そう、名前入りのアバターが達成したらもらえるらしくて、名前ってなんだろう、フルネームかな、フルネームか、さすがに。こんばんは、こんばんは。大変、ちょっとアバターがもらえる。やっぱそっか、ハッピーさん今ねタワーの上にいる、だから音が聞こえない。ちょっと遠い。メロンパンのアバターさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、ラブレターが2000、普通にラブレターをもらったこともないのにさ。しかも2000ってすごいね。そう、遠くにいる。あ、無料では5個もらえる。あ、そうなんだ、5個。そうなの、無料フォローしました、ありがとうございます。フフフ、フフフフフっていう言葉がさ、すごいもう敏感になっちゃう。もう本当にダメだ。今日のブログもね、今さっき書いて9時少し過ぎたら多分上がると思うんだけど、あ、もう5個投げた、ありがとうございます。いや、なんかさ、もうどうすればいいか分かんなくなってきちゃったんですよ。私、生き物を基本全般好きって言ってるじゃないですか、加入してから。で、今もうさ、もうブログに書いたことをちょっと配信今もさ話しちゃうんだけど、生き物全般ってことはやっぱさ、昆虫も入るわけじゃないですか。普通に犬猫以外に、牧場にいる牛とか馬とか以外の爬虫類、哺乳類、昆虫、そう、全部入るじゃないですか、生き物って。全部載せたいのに、載せたら載せたですごい悲鳴が上がるから。もう本当のね、その悲鳴は聞こえないけど、もうリプでも聞こえる。あ、悲鳴上げてるんだろうなとか。まあ、でも前よりかは気にしなくはなったけど、実際本当にさっきも載せたら、あの、しっかりフォロワー減りました。でも本当にどうすればいい？今の目標は、あの、フォロワー1万人いくことが今目標なんですけど、それプラス生き物のことも発信して、自分がこれだけ生き物が好きなんだよとか、いろんなお仕事につなげたいなと思ってるから生き物関係のことツイートするんだけど、それをしたら減るんですよ。どっちかを折れなきゃ私の目標は達成できなくて、だいぶ悪影響されてる。私の生き物好きという唯一の私がみんなに胸を張って言えることが。どうすればいい？自分貫き通すことはもう決めてるんだけど、こんなにダメかっていう感じで。ハッピーさん、クッキー、猫のアバターさん、手紙、ハッピーさん、手紙ありがとうございます。
除していけばいい。確かにそれも大事かもしれない。そうね、そっか、カモフラージュか、確かにな、カモそうだよね、確かにな、可愛い生き物だけ乗せてれば。そう、ブログでも書いたけどさ、可愛い生き物ってやっぱ水族館にいる子、動物園にいる子とかじゃないですか。で、今まで携帯にある動物園、水族館にいる生き物の写真載せたことはまだないか。でもね、携帯変えちゃったから全然ないんですよ、今のこの携帯に。そうで、今もさ、撮りに行きたいけど緊急事態宣言はまだ出てるのかな。だし、まあ、出てなくても不要不急の外出は控えなきゃいけないから、今の時期撮りたくても撮れないんですよ、写真が。で、ネットからさ、で拾ってきたって言っても無断転載じゃんいや、私は絶対自分が撮った写真しか載せたくないから、生き物なんか特に。だから難しいな。そう、可愛い生き物を載せたくても載せられないんですよ、写真がないから。だから手軽に変えたりする昆虫食が今一番載せられるそう、猫もさ、いるじゃん、私実際猫小屋に。ハッピーさんがいるけど、ハッピーさんは、私はちょっと、まあいろんな理由もあり載せないんですよ。実家にいる猫ちゃんだったらツイッターとかインスタに載せられるけど、実際今帰れないから写真撮れないし、悩み、 SK に入って一番っていうぐらいの悩み今どうすることもできない。女の子のおばさん、手紙ありがとうございます今めげずに続けるべき。そう、やめることはないの、やめることはないけど、写真の内容は変えた方がいいのかなってちょっと思ってきた。だって今さ、フォロワーが減るから自分の好きな生き物の写真を載せるのをやめようとか思ったらさ、自分がこれからやりたい生き物関係のお仕事ができなくなる気がするんだよね。だし、なんだろう、自分で自分のね、趣味を潰してるとかさ、諦めてるって思っちゃうのよ、自分的にね。他の人もそう思うと思うけど、変えなくていいあ、そういうことか。サヤと一緒に写ってる写真なら、そっか。まあでもそれはありそう。一緒にツーショット撮ればいいのか。香川さんと共演する夢がある。そう、本当に夢なんですよ本当に夢。一回振り切っちゃう、サヤサヤフォロワー乗れそう。どっちが優先順位高いかって感じかな。じゃあ今、フォロワー1万人目指す方か生き物。でも本当に生き物の方は地道にやるしかないからね、生き物の方が優先かな、やっぱり。まあ認知されるまで我慢、確かにな、そうねああ、嘘ついて不安増えるより、確かに確かにそうだよね。ありのままの今の自分の素の今の自分を好きになってくれる人、応援してくれる人を増やしたいから、すぐ離れちゃったらそれはそれでしょうがないもんねダンパあかんそうなんだよね。新しい人をつけば早そう。
でも今日はチームエイトの深町ゆきなちゃんがリプをしてくれて嬉しかったです。嬉しかった。久しぶりにお話しした気がする。連絡は普通にしてなかったんだけど、ずっとリプでは話す。虫好きはね、いまだに来ないフォロー。まあ検索しても引っかからないよね。私が文章ないし、ハッシュタグもつけてないから。離れる人、いつか離れる人だよ。確かにその人たちをずっと引きずって追ってたらね、ダメだもんね。確かにな。なんか諦めついてきた。やっぱこれは今ちゃんとさ、ずっと遠見にいてくださる方の言葉を聞いたら安心した。話すもんだね、やっぱり配信で。メールじゃなくて配信で。アフロナオタさん、クッキーありがとうございます。私も今日好きでツイッター見ました。嬉しい嬉しい。そう、こういう子がね増えてほしいの。しかも女の子、さらに嬉しい。生き物を好きな女の子ってあんまりいないじゃん。好きって言ってもだって犬猫だけとかさ、まあそれでも十分生き物好きにはなるけど、猿もの追うべからずでさ。アイドルで虫好きってレア。そっか、まあ、そうだよね。私もあんまり聞いたことはなかったな、 SK 入る前でも。あのツイートにリプしてる画像が本当に無理だった。さらに許容範囲。あ、見た見た見た。あれかな、雲の写真かな。あれね、私もおおって思った。でも綺麗。犬のアバターさん、手紙ありがとうございます。虫さん、ちょっと、まあ、そうよな。ハッピーさん、だるまたくさんありがとうございます。ねえ、生き物ね、生き物好き。それかもう今よりももっと過激な生き物を乗せるとか。いや、そしたらもっと減っちゃうか。いや、もう減ることは気にしなくていいんだ。そう、気にしたら終わりって思わなきゃ。犬のアタさん、ハート。SK のアタさん、手紙ありがとうございます。過激、過激な生き物、私もちょっと分かんないけどさ。生きていこう。そうする。そう、好きなことを好きって言えない環境って絶対ダメだと思う、本当に思う。どこかな、アバターさん、ハートありがとうございます。島に入りました、ありがとうございます。過激な生き物、過激な生き物、みんなが嫌いな、嫌いってよく言われてる生き物、かわいそう。そう、なんか今言ったら。みんなから嫌われてる生き物って、まあ、大体みんな思いつくな、あの子しかいないけどさ。あの方、私がフォローしている、誰でしたっけ、さくらさん、結構昆虫食をたくさん食べてる方。
あの方とお話がしたいですね。リプをねしようかずっと悩んでて、でも毎回できないの足がいっぱいあるやつ。そうね、みんなそうね。あ、今日で683日、ありがとうございます。生き物に魚は含まれますか？もう生きてるものは全部生き物だと私は思っちゃってる人間もまあ確かにね、生き物っていう分類に入るけど、生き物はちょっと人間は入ってないな私の中で入ってるけど違うのよ。うさぎのアバターさん、だるま、ありがとうございます。たくさん、おお確かに自然体ね、そう、人が一番怖い。もうそれはそうだけどねでファンの方は全然よ。ふっきーさん、お手紙たくさんありがとうございます。お手紙、かわいい、すごいね。ここあ、なくなっちゃった。ん？手紙タワーなのそれ。え？そうなの？え？やばい、確認ができない私のところで。カエルが好き、カエルかわいいもうカエルだと思う。カエルはヒロアカのつゆちゃんを思い出しちゃう今、野生のカエルよりヒロアカ早く見たいな、ご褒美として早く見なきゃ。ん？手紙タワー、100が100でタワー、嘘、110、あ、数がたくさんって意味でタワーに、あ、そういうことか。ほうほう、カラス、カラスかっこいい、徳山くんみたいダメだ徳山くん、カラス、あれ違うよね触れないけど見るの好きっていうのはありですか？それでも全然嬉しい、嬉しい。なんか全部の生き物が私のものみたいな言い方になっちゃうけど嬉しいねハッピーさん可愛い、ちょっと今いないけどありがとうございますこんばんは、こんばんは。あー、アニメ関連、アニメと関連好きらが可愛く見えるのかな。絶対可愛く見える、それはそう。カエルなんか特にそうだと思う。他の子は分かんないけど、アニメで生き物がさ使われてる子誰いる、分かんないな女の子の田さん、ハト、ハッピーさん、クッキーたくさんありがとうございます。かわいい、めっちゃ降ってる最後見せてくれるけど可愛く見える、わ、魔法にかかってるわ嬉しい。なんかあの写真、今日さ載せた写真、まあ確かにインパクトあるじゃん、やっぱいっぱい集合体だから、あれで惹かれるってことが、ことはあの中から一匹選んだコオロギを乗せたとしても惹かれちゃうのかなだとしたら
バレンタインの作るものが載せられない。まあでも可愛いから載せようかな。皆さん、ヘビさんだけどさ、大丈夫？ヘビは飼いたいぐらい好きです。ハッピーさん、手紙ありがとうございます。あれ本物なの？あれは素揚げされた子たちです。そう、本物だね。そう、何匹かね、ちょっと見えるように顔がね、置いたの。わかった？結構目合ってる子たちいなかった？バッタ仮面ライダーみたいな頭、かわいい。え、今日載せた虫の写真はチョコじゃないよ。ただ素揚げされただけ。天使の猫の歌さん、だるま、ありがとうございます。そう、ちょっと考えた配置は、かわいい。でもそしたら私以外にも結構リプでね、目合ったこの子っていうものがあったよ。嬉しかった。私の考えと同じだなとか、伝わったんだなと思って。バッタが一番欲しかったんだっけ。確かそう、一番大きかった子だから。そうだね、コオロギだっけ。うん、コオロギはね、中がスカスカな感じがして味が全然しなかった。エビ感もね、全然なかったよ。かっこいいでしょ。どれで目が合うわけだ。そう。かわいい、かわいい。え、ん、今もさ、私ね、ツイッターはあのリプとリツイート、いいねは毎回たくさんの方がしてくださるので通知はしてないんですよ。でもフォローの通知は来るようにしてて、今ちょいちょい来てるけど、どうだろう。減るのかな。もう、生き物乗せるとさ、お父さんもすごい喜んでくれるから嬉しいんですよ。私もそれを見て、プラス私が乗せるとやっぱりお父さんも喜んでくれて、もっとさやかになんか昆虫食を送ろうとか思ってくれて送ってくれるんですよ。調べてくれたり。まあまあまあ、頑張ろう、頑張れ自分。本当に、そう、意外と昆虫食って高いのよね。まあ種類にも結構よるけど、そう、お父さんは本当に私の生き物に対する気持ちとか分かってくれるから、SK でなんかもしお仕事があるとか決まったらすごい協力してくれるんですよ。そう、私と同じぐらいの気持ちになってくれる、熱い生き物に関してはありがたいね。フォローしました。あれ、ありがとうございます。量に比べると値段がびっくり。そう、そうなのよ、本当に高い。タランチュラ、あ、高いね。うん、でもね、昆虫アイドルを目指してるわけじゃないんだよね。そう、生き物だから昆虫だけっていうイメージが今すごい強いよね、自分でも思うもん。他の生き物載せたいけど写真がないっていう、どこにも行けないから載せられないっていう、まあ踏ん張り向き、こういうのも
や本当はね、今日ツイッターに載せた方の写真あるじゃないですか、虫の。その写真本当はインスタに載せようとしたんですよ。でも明らかに他の写真と並べてみたらなんか場違い感というかさ、なんか全然違くて、ツイッターにしましたなんか全然合わなかったの。あ、映えじゃないのこれと思っちゃってまあ今まで載せてた写真が結構統一されてたし、そう、まあ、確かに着ると全然違うわなと思ってやめましたかわいい子たち。悩みが尽きないな、生き物に関することは。わー、今ヘビ飼いたくても飼えないから、やっぱり早く爬虫類カフェに行きたいな逆にあり？違うの、確かにな。ストーリーに載せる？ストーリーこないだ載せたね、かわいいボールパイソン。マイルドのやつか、少しずつ。あー確かに、マイルド、マイルド、マイルドの加減基準わかんない私からしたら全部マイルドなんですよ、生き物なら蛇飼えないの？いや飼えるっちゃ飼えるんだけど、そのね、まあいろいろ大変じゃないですか、個体値によって本当に値段が違うから。そう、でもお父さんには伝えてあるよ、もうだいぶ前から。カレナアバターさん、クッキーありがとうございますあー、ヒョウモトカゲモドキね、確かに可愛かったよ。そうね、可愛い、本当に可愛い、あの子は飼ってたから、そう、可愛さは本当にわかるこんばんは、こんばんは。そう、生き物感、そうなんだよ、簡単じゃないんだよね。ハッピーで本当にね、わかった。小学校4年生5年生の時にたくさんカブトムシ買ったけど、その時はまたちょっと違ったな、気持ちが水の中の生き物、でも水の中の生き物といったらウーパールーパーは飼ってみたいなとは思ってた。ここの友達が飼っててすごい可愛かったんですよ。そう、柄によって桁が違う場合ある。そうね、めちゃめちゃ違う。それはもう本当に猫もそうだよね。だって猫って言ったらな、結構高い猫いっぱいいるよね。ベンガルとかすごい高いしでも私の家で飼ってる子も何匹かは高いって言われてる子たちだね。でもその子たちは買ったんじゃなくて、飼えなくなった方からそう引き取った子なんですけど、ルナちゃんとシルクが、ラグドールとラガマフィン、名前からして可愛い、綺麗ウーパールーパー飼ったことある？どうでした？ウーパールーパー、ウーパールーパーかわいい、本当にかわいい アルビノウーパールーパーかわいい、絶対かわいいじゃん、もうアルビノっていう時点で本当にかわいい。貝類？貝か貝？貝？飼わないかな。でも彼は最近ね、私のずっと見てる生き物好きな YouTuber さん方の動画を見てるから、すごい勝手に身近に感じちゃってるな
け、そう前ファンの方に送ってもらったんだよな、ウーパールーパーみたいな、黒い子サラマンダーみたいな名前だった気がする。夏と同じような名前だなと思ってて覚えた気がするけど違うっけ。まあ確かにな、保護猫とかのね条件に逆らうとペットショップから買うのが減らない。そうだよな、そうなんだよな、かわいそう。ウーパールーパーの大人モードはかわいさ半減する？そうなの？何大人モードって、飼ってたらわかる？春になってヤブに顔出す。確かに実家ねすごい出るんですよ。お風呂場の窓にだいたいほぼ毎日いる。かわいい。外に出ても歩いてる。捕まえようとしてもさ早くて捕まえられないの。私の動きが鈍いみたい。小学校の頃は早かったんだけどな。体がやっぱ重いよね大人になれば。そりゃこんばんは、こんばんは。今日すごい配信ずっと生き物の話だ。付き合ってくれてありがとうございます。ヤモリ、ヤモリ、ヤモリ、マイクロミニ豚かな、欲しい。とまり小さい豚さん可愛い。確かに可愛い。よくさ昔志村動物園で出てた気がする。かわいい豚。豚かわいい。なんかでもお肉が食べられなくなりそう飼ったら。怖い。え、そう、なんかイモリだとあのテレビに出られてるイモリさんがいるじゃないですか。その方をずっとね思い出しちゃうんですよ。今もそう、ヤモリの話してる時いつも思い出しちゃう。そうなんだ、かわいいな。ウーパールーパー、ウーパールーパー、虫しだけに。この前追いかけられたかな、すごっ。山の方にいるの？ココナさんだ、ココナさん、ココナさんだよね。山の方に行ってイノシシと遭遇よくするって言ってたの。え、そう、イモリミユキさん。私だけじゃないはず、思い出すの。結構最近テレビで私見るんだよな、だから余計にかな。そう、スカートキャラバン優勝、そう第1回目だったっけ、確か初代じゃなかったっけ。イノシシまだね出くわしたことないな。まあ猿はあるけど、鹿はあるかな。なんか鹿が出る注意の標識はよく地元にあるんだけど、あるのに出くわしたことはない、まだ。あ、初代違う方、ごめんなさい。日本猿見ましたね。やっぱ猿は見るよね、なんでだろう。やっぱ食べ物を求めに来るよね、山から降りてきて。なんか今日私声低くない？ね、やばい、目が。そうね、納豆
得するコメントもあるね知識が増えるコメントもあるし面白いノウサギ？ノウサギないな。やっぱり一番多いのは猫だよね。猫、猿くらいかな。あ、でもたまにタヌキがいるわ。タヌキ。でもね、タヌキと車に乗ってて遭遇することたまにあるんだけど、だいたい夜暗かったり朝方で全然見えない。でも明らかに猫じゃない走りだったあの、なんだっけ、お父さんが送り迎えしてくれるって言ってるじゃないですか、私が実家に帰るとき。そう、その時だいたい朝方とか夜中になってしまうので、よくいる。目の前通るからびっくりするよね、やっぱ。狭そう。タヌキはいるよいる。かわいい、かわいいよね、よーく見たら。写真でしかよくは見たことないけど。イタチ、イタチ出くわしたことないと思う。アライグマ、アライグマあれじゃない、動物園とか。鹿はないまだ。奈良、奈良だっけ、京都、奈良か、奈良でしか見たことないうん、今日猫が猫をなんとかしてたの思い出した。なんだろう猫の鳴き声がする私にしか聞こえないかな。あ、鳴き止んだ。なんか名古屋で今ずっと暮らしてて、外に出て野良猫のね鳴き声がするの珍しいんですよ。本当に見ない、名古屋で。地元の神奈川にいるといっぱいいる名古屋より結構いる。今しなくなっちゃった。名古屋いないよね、そんなに。なんでだろう。小学校の校庭を鹿が歩いてます。すご、すごい光景だねなかなかそういう経験絶対できない。三河にはいっぱいいる。そうなの？やっぱ地域によってだよね。そっか、そっか。うちのベランダに猫が日向ぼっこしてくる。え、かわいい、かわいい。野良猫ね、見ないな。子猫がいたら絶対引き取ろうとね、めっちゃ思って、結構ね探しながら歩くんですよやっぱ探してる時に限ってはやっぱ見つからないよね、子猫とか捨てられた猫。なんかずれちゃった。ん？どこ行った？あ、暮らせぬ遅ればせながらスパを読みました。あ、ありがとうございます。どうでした？週刊スパ、ずぶ濡れ SKE。私も結構気に入ってるんですよ。ある。そうなんよ。138ページ覚えました
なんかさ、このチョコをつけてる時半目と思っちゃったの一瞬。でもそんなことなかった。おお、汗が見えますね。すごい。え、これ皆さんチェキ応募してくれたんですか？応募してくれました？私は自分なので応募しません。なんかアンケートになんかあるじゃないですか、もう一回この子のページが良かったみたいなアンケートか、アンケートがあるなら自分も出すけど、チェキの応募だけならファンの方がもらってほしいので送りません。あ、これから応募？本当に？うん、お母さん買ったと思うけど応募はしないと思う。え、どんな写真だっけな、チェキもう全然覚えてないんだよね。文字も何を書いたか忘れちゃった。ん？これ3位、はい、あ、3人なんだ当たるの。改めて自分の名前見るとさ、本当に長いなって思う。入り口時は横のさ、ローマ字振ってくださってるじゃないですか、もうそれ見るだけで長いなって思う。でも「い」と「う」が一文字なのでちょっと短いよね。そうだよな、全部2文字だったらもっと長いもんな。でもまあやっぱかっこいいわ。自分の名字本当に気に入ってるわ。でもいいことだよね、自分の名前を好きになることは。だって一生背負ってくものじゃないですか、名前が一番。素敵、いいよ。でも電話で名前聞かれるときに絶対に通じないのはちょっとあれだけど。でもそれ以外はいい、嬉しい。11時もならもっと長い。え、でもね、全員同じなんですよ、全員同じだよ。名前の長さは言わないけどさ。一人だけめちゃめちゃ長い人はいない。え、そう、何回も聞き返されますね。そう、まあ慣れたから別にいいけど。そうさやかってさ、全部 A がつくからいいんですよ。サインもめちゃめちゃ書きやすいの、 SAYAKA だから。そうなの、私ね、いつから好きなのかちょっとまた忘れちゃった。山本さやかさん、意外と自分が小学校ガラケー持ってた時代だから、5年生か6年生ぐらいから好きなんですよ。そう、握手会とか参加はしてなかったけど、とにかく好きで、で自分の下の名前が同じだから、山本さやかさんのサインをずっと真似して書いてた、練習してた。書けるようになってたな、小学校の頃。S をこうでかくするやつ、頭を。ま、今はね、私もサインが変わっちゃったから S の部分をハートに見立ててるんだけど、
まあ、若干同じになっちゃうよね、名前が同じだもんだって。そう、初期の頃から好きだった。なんで知ったのか私にも分かんないんだよね。山本彩花さんの出会いが分かんないの。なんでだろう、本当に思い出せない。そう、山本彩花さんとさ、もし出会った時にいつから好きですとかお話絶対するじゃないですか。それが明確にこの日からって言えないのがちょっと悔しい。え、本当って疑われそうでそう、本当にそれがな、悔しいんだよな。え、すごい、自分の方が最後長い10文字。え、かっこいいいいな。私9文字で10文字の友達は周りにいなかった。まあ、でも確か、あ、でもハーフの子ってやっぱりカタカナになるから長くなるけど、でも9文字以上いなかったな。気づいたら好き。そう、それしか言うことがないんですよ。だいたいやはりそんなもん。やっぱそうだよねそうだよね。テレビで見てから、いつなんだろう。いや、でもネットだね絶対。写真を見て好きになったはずだから。今でも残ってるもん、ガラケー。実家帰った時にガラケーを充電してカメラロール見たらいる。かわいい、本当にかわいい。好きに理由はない。そう、だから私が生き物を好きっていうのも同じよ。好きに理由はない。どこが好きなのって言われても好きだから好きなのねそれはみんなも推しに、推しのことがそうかもしれないね。生まれた時から好きです。それはもうなんか信じてもらえなさそう嬉しいって言ってくれると思うけど。劇場で見て好きだった。でもアイドル、アイドルっていうか48グループは基本やっぱり握手会で隣のレーン見てたら可愛くて好きになりましたか、劇場公演のパフォーマンスを見て好きになったっていう方が多いよね。イベントの配信、あー確かに。私はやっぱ握手会のレーンから見てとかパフォーマンスを見て好きになったっていうより、ショールームを見て好きになったって言ってくださる方がほとんどかな。すごいね、配信してよかった。気づいたら見てる、嬉しい嬉しい嬉しいあー確かにな、頑張ってるとこを見たら好きになっちゃう。確かにそうだよね。アイドルとか応援してる方ってほとんどそうだよね。自分ができないことを頑張ってるからそりゃ好きになるわ。確かにな。熱くなってきちゃったやっぱこれさ、モコモコだから熱いんですよ。あ、見えちゃった。ヒートテックも着てるから熱いのか。髪色明るいさやみで好きになりました。それはオーディションか私もね、そう、今からでもすぐに髪色は染めたいよ。染めたいけどって感じ。今じゃないみたいで悔しい悔しいよ。握手会の人も、あ、でもこの間書いてくれてた。そうだ、9期生が初めて握手会っていうか写真会かに参加した時に好きになった
推しになった瞬間みたいなあったあったよ。この前の高一のハッシュタグ見た、あ、見た見た見た。でもね、私の名前が入ってないものはちょっと見落としてるかもしれないけど、私の名前が入ってるものは見ました、全部嬉しかった、嬉しい。なかなかそんなこと聞けないじゃん、やっぱイベントがあるといろんなサーファーの方の心境、思い出が聞けるのはいいね。あ、習慣がはっきりしてうらやましいね。思い出になるもんね、だってそんなの話してる時表情が好き。それは里川さんと西さん悩んとかかな。そうね、そうね、うん、そう書きたかったな、私もさやかさんのこと。今日さ、今 M ステやってるじゃないですか。ドライフラワーもう終わっちゃった、もう9時40分だ。ゆうりさんのドライフラワー今すごい流行ってる曲、 TikTok でもね開けば大体流れてくる曲なんですけど、え、聞いたかった。もう終わっちゃった、もしかして。ハッピーさん白飛びの世界にいますか。 いないんですよいないんですよ。キャットタワーに珍しく登ってる。え、今日の M ステ録画してないの、ありえない。なんで、え、しかも平井大さんもいる、マカロニえんぴつさんもいる、あ、この方もいる、あの月見草を歌う方。え、ほとんど好きな方じゃん、嘘でしょ悲しい。あ、あ、今からだ、ドライフラワー。ちょっと待って録画しよう。え、よかった、後でじっくり聞こう。いや、いつもねイヤホンして大音量で聞いてるんだけど、なんかね、聞いてよドライフラワー、あの iPhone にもともと入ってるミュージックあるじゃないですか、あれで聞くとなんか音の頭が、違う、曲の頭がイヤホンの左側からしか聞こえないの。右もちょっと聞こえるんだけど、基本左のイヤホンからしか音が聞こえないの。あれは何？私だけ？イヤホンが壊れてるわけじゃないと思う、絶対。え？そういう演出？え、わかんないの。私だけ？なんでだろう。AirPods壊れてるわけじゃないと思うんだけどな。他の曲はだって同じ均等にね音が流れるんですよ。え、あんなに違う？ステレオそういう効果。え、あんなに違う？本当にびっくりするぐらい違くてさ、右側からはあの人の声が入っちゃうんですよ、電車乗ってて。それが嫌で、そうめちゃめちゃ大音量にすると左しか全然来ない。あ、でもそういうものなんだ。ファーストテイクなんかあれって思った。やっぱそうだよね。え、そういう曲なんだろうけど、こんなにって思っちゃったの、私のイヤホンって聞いて。スピーカーにしたら多分違和感はないと思うんだけど。あ、ツイッターフォローが来た嬉しい嬉しい、もう通知来るたびにすごい嬉しいんだけど、
本当に嬉しい。あ、もうブログは上がったはず。バイノーマル録音なんだそれ。エアポッツだから有線ではない。そっかそっか、そうか。あ、フォロー来た、嬉しい。ダメだ、全部反応しちゃう。平井大さんの声すごい好きなんだよな私。なんかの曲すごい聴いてる。何の曲だろう。なんか高校生の時体育祭でみんなクラスごとにダンスを披露するんだけど、その時に踊った曲があるのよ。いや、この曲ではないな。でもめっちゃ聴きたい。後で聴こう、録画したから。いや、なんでさこんなにすごい素敵な歌詞を書けるんだろう、恋愛系とか。やっぱり自分が体験したことを歌詞に載せたりするのかな。いや、でもすごいね。違くてもさ、想像で書けるのがすごい。確かに直人さんに似てる。最近直人さん私見ないわ、テレビで。悲しい。どんな 曲なんだろう。創作ダンス、そう、体育祭で踊ってた。もらった時の三日月もやっぱ可愛い。本当だ、すごいよね私。でも前よりなくなるほどじゃなくなったかな、あなた時の目。平井さん聞きたい、早くドライフラワーも聞きたい。これから大鳥だ。大鳥10時までだよね確か、M ステ。でも今日カイジやってたの。やばい、本当に今日テレビを見てない。番組表もカイジ、カイジ、カイジ、カイジだっけ。ライアーゲーム、いや違うな、カイジか。わかんない。確かに秋元さんね、確かにな、恋愛系の歌詞結構多いもんね。じゃ想像か、いいね、想像力が豊かすぎる。いいなあ。この後呪術廻戦、嘘。前回見てないよ絶対。あ、見てないわ。でもネットフリックスで見るからいっか。今日 SK のあのガチあれじゃないですか。今日あれ、今日はダンスバトルやる日放送で。楽しみ、早く見たい。全部見てますよ私ガチあれは。ハッピーさんチョコありがとうございます。ガチあれ早く見たい、やる日か。楽しみ、いいな。そっか、ダンスバトル楽しみだな。あ、そう、あ、うわー来た。あ、ドライフラワー来ましたよ皆さん。一緒に見てる。では流れてるよ。いいね。いいよ、ここいいよ。
こいい、ここここ旅のさ、一言目がもういいよね。入りが好き。うわあ、いいよ今聞こえてないのに脳内で再生されてる。寝る前最近ずっとドライフラワー聞いてるんですよ。いいね。福寿司のアバターさんバラ、女の子のアバターさんクッキーたくさんありがとうございます。ガチアリに来るな、手を挙げる？え？いや、ダンスのパフォーマンス力が上がるとは思うけど、うん、見てるだけでもめちゃくちゃ大変なの伝わってるからさね。こんばんは、こんばんはドライフラワーヒーリング効果あるの？え、どうなんだろう。でもなんかはありそうじゃない？私は置いてないけど家に。でも綺麗、ドライフラワーっておしゃれなカフェとかに結構壁に吊られてるよね。かわいい。ヒゲダンさん、山さん、ひら、ポケットからキュンです歌うの？これは聞きたい。かわいい、かわいい。来週久しぶりに聞いた。TikTok でずっと流れてたよ。懐かしい。かわいい。顔出るのかな？すごい声がかわいい。顔は見たことない。もうそれ終わりにします急すぎるけど。ゲットからキュンです。え、長いっけ曲。すごい短いイメージだった。森七海さんかわいい。すごいよね、女優さんも歌を歌うから。え、3時間スペシャル来週？じゃあもっと出るんじゃないのかな。まだ決まってないだけか。いつかは SKSK 高知フラグ披露してほしいな、見たい。ジリナさん、ジリナさんセンター見たい。今日は K2 公演だったね。キウキは初めてフーちゃんが一人で出たかな。大丈夫だったかな。で、私はあと明後日で、明後日公演です。14日。だからバレンタインもあと2日ですね。バレンタイン、バレンタイン。え、今日サバ弁当？またふいちゃん食べたかな。え、すっごい気になるまあでも前回結構やばかったから食べてないはず。食べたとしても公演終わりとかかな。そう、バレンタイン公演だよ。髪型かわいいのにしたいけど、人と被らない髪型にするね。フさん食べた？本当に嘘。いつ、どっちに食べたんだろう。公演前か後か。本当にサバ暴れる。
危ない、本当に。食べないと持ち帰りに食べる？うん、そう、事務所で食べる本当に公演終わりお腹すごいすくもん、本当にすく。公演前にご飯お弁当食べたとしてもお腹すく。いっぱい動くからね、汗もかくし、本当に痩せる公園は公園痩せる。帰ってきた時ね、体重測るとすごい嬉しい数字になるもん朝起きた時測る体重と結構違う。あ、フォロー そう、お弁当なんでだろう、家にいてもさ、ご飯自分で買ったり作るって言っても私白い米を食べないので、お弁当出た時にしか白いお米を摂取しないんですよ。だからなるべく食べるようにしてるのお弁当ある時は一番安いの。どのチーム？S と E の公演出たことないから分かんないけど、どうだろう、 K2 はもう結構動く方だとは思ってる。青川はビーチサンダルがすごいぐらいビーチサンダル本当に鬼。あ、ゆきなちゃんがまたリップくれてる、あ、楽しみ嬉しい。まあ S、 そうね、ダンスメドレーがあるからきついね。でも他の曲も結構きついと思う。パレオもあるからね、シングルが多いと。 E はバラがすごい動くなっていうイメージ。バラ踊りたいねまずあの衣装が本当に可愛い、似合うかどうかは別として。え、ミレイちゃんにサヤがヒロアカ好きだと教えた人がいる？え、誰？嘘、ミレイちゃんなんか言ってくれてるの？メールとか？嬉しい、今度会ったら絶対話そう可愛いミレイちゃん。あー、青学、そっか、コロイシもあるわ。え、今の青学ってコロイシやってるっけ？アンコール、アンコールもあるからあるか。あ、コロイシが一番。あ、そうね最近オートミール食べてる？オートミール食べてないんですよ、今はスープを飲んでますあ、やってるか、コロイシ。そう、コロイシって名前かわいいけど、実際転がる石になるっていう名前だからね、振り見ると辛い。そっか、そうだ、みんなやってるもんね、コウチフラグ。え、コウチフラグやる前、研究生って何やってたの？アンコールの1曲プラスされてた曲なんだろう、月ごとに違うとかあった気がする。違ったっけ、なぎさのイメージじゃないの？そう、スープ続いてるそう、あったかいしお腹にたまるから良いよ。うーん、黒石からのフラストレーションは鬼だった、本当に鬼だった気抜いちゃいけない本当に気が抜けないね、まあ、コーチフラグ踊りたいな。あ、あれか、エゴさんが次期生にあの選んだ曲だっけ、これ、 We are growing up っていうの、
んかファンの方がすごい受験生の子たちに会うっていうねコメント見た気がする。キスポジション好きなんだよな。でももう踊ってないよね確か。キスポジション踊りたい。まだ横さんが曲選んだ。やっぱそっか、いいな。結構マキコさんとエゴさんで10期生と12周年公演で会いたかった公演をやってからねすごく見ているっていうかじゃないですか。9期生も一緒にやりたいマキコさんの本当にお話しすることがめったにないからお話しして勉強をしたいです。確かに滑り台からもやってたね。滑り台からはさ日によって滑る人が毎回違ったんだけど私一回も滑ったことがないから滑りたかった。心残り、まあ、いつかあるかないやでもいつか9期生で披露するってなったらやっぱセンターの子が基本滑るから難しい。今度の公演9期生5人出るんですよ。そう、あさって9期生全員出ます。楽しみ、初めてなの。確かにマキコさんの話聞いてハッピーさんのイメージ確かにかわいい。あの二人に指導してもらえるの羨ましい。羨ましいね、羨ましい。さあ滑り台見たことない。え、滑ってる以外でも嘘。なんか悲しい。みんなに見てほしいのに。こっちなの。こんばんは、こんばんは。滑るのは怖い。違う滑るの方かこの間の MC もなんか怖かったもん。反応が全くなくてさ自分を滑ったわと思った。普通に喋ってるだけなのに。やだね本当に。ハピちゃんいない。ハピさんそうここには今いない。真っ白。あー10時になった。終わりにします。今日もたくさんお話ししちゃった。ありがとうございます。明日も頑張るぞ。眠たいな眠たいな。よし。ツイッターにちかこさんが反応。嘘、ちかこさんあれなんだっけ、虫の写真にかな。楽しみ見るの38ウニアバターさん、1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、あ違う、1位ハッピーさん、手紙のタワーありがとうございましただよね。ありがとうございます。2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位イズリンさんのアバターさん、5位スコティッシュのアバターさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位ハッピーさん、11位ハートのアバターさん、12位アフロのアバターさん、13位ハッピーさん、皆さんありがとうございましたも頑張ります。明日土曜日だ。お休みの方がほとんどかな。お休みの方はゆっくり休んでください。お仕事の方は一緒に頑張りましょう。自由化の公演楽しみにしててください着物が好きでいてね。当たり前よ私が生き物を好きじゃなくなる日は来ないと思ってます。そうだよ。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ